これはアークエンジェルたちの肖像画だな。あいつらこんなものを飾って何のつもりだ。戦いを司る天使にふさわしい力強い姿、これはウリエルの肖像画だな。これは私の肖像画か。人にとって大天使ミカエルはこのような姿でイメージされているのだな。これはラファエルの肖像画だろうか。彼の心優しい性格がよく現れている。ガブリエル、聡明な雰囲気はまさしく彼女だ。タワーに侵入できたようだな。堕天使たちはこのタワーの各階に自分の支配する世界を構築している。最下層はエゼキエルだ。奴は子供たちと一緒にここで暮らしている。あいつを捕らえて天界に連れ戻すのが最初の仕事だ。成功を祈ってるよ。イーノックはついにタワー内部に侵入した。ウォッチャーたちは各界に自分を崇拝する人を集め共に暮らしており、最下層の世界はエゼキエルが支配していた。イーノックはエゼキエルを捕らえるべく、彼女と彼女の愛する息子たちが住む聖域へと足を踏み入れた。取り憑かれたら激しく体を動かして体から追い出すんだ。エゼキエルは監視しているようだね。小さな女の子の気配を感じるよ。君を探しているようだね。Come on.
時間がかかりそうだね。まあ武器の奪い方にもよるよ。じゃあまた。やはり来たか。知るがいい。